今ですね、元の隅神社をですね、鳥居の中をこう歩いてきました。向こうにおばちゃんたちが綺麗だったという海が、北長門の海が見えますね。はい、こういう感じですね。この池のこの音がまたいいですよね。わびさびを感じますよね。松尾芭蕉の心境という感じですね。で、見上げてごらん、この鳥居元の隅の鳥居、神社の鳥居ということで見上げますとこういう感じになってますね。この辺りの風景はなかなかいいですよね。ただまあそれほどのものでは、まあこの辺りはないという感じですよね。まあまあこんな風景はどこにでもあるということです。じゃあここはこの辺で。